皆さんこんにちは。痛みだより10月31日号です。痛み市は訪日外国人を含むすべての人が無料で利用できる Wi-Fi サービス痛みフリー Wi-Fi の環境整備を行いまして、11月から提供を開始します。今年度は中心市街地にある有岡城跡史跡公園、観光物産ギャラリー、旧石橋家住宅、旧岡田家住宅、酒蔵、柿森文庫、そして美術館ロビーで整備しました。順次利用可能エリアを拡大していきます。対応言語なんですが、日本語、英語、中国語が簡体字と繁体字、そして韓国語、タイ語、ポルトガル語です。お問い合わせ先はご覧のところです。伊丹市都市ブランド観光戦略課、電話番号は 072-744-2088、 744-2088 となっています。それでは今週の伊丹通り市政情報から進めてまいりましょう。まずは市政情報からお送りします。担当は藤井さんです。よろしくお願いします。自分自身を表現する力、コミュニケーションを取る力などを養い、未来を担う子どもたちの生きる力を育てるため、伊丹市の幼稚園、小学校、中学校、高校では新しい教育環境の充実を図っています。今回は伊丹市が取り組む新しい教育現場の様子をリポートしてきました。テクノロジーの発達や人々の暮らしの急速な変化など、時代は多様な価値観に富んだ社会を作っています。そんな中、今の子どもたちが育つ環境として求められているのが、一人一人の個性を伸ばす教育です。今回は伊丹市が現在実施している新しい教育の取り組みや伊丹市独自の教育環境についてご紹介します。まず最初にご紹介するのは稲の幼稚園での取り組みです。こちらの幼稚園では5年前から子どもたちが遊ぶ園庭を一面の芝生にしました。伊丹市立幼稚園では豊かな自然との触れ合いを大きな特色として教育を進めており、この園庭の芝生化もその一環として行われました。園児たちが裸足で駆け回ったり寝転がったりして全身で芝生の心地よさを味わうなど、子どもたちの体力の向上や豊かな心を育む情操教育の充実を図っています。またこの日はこれからの季節に向けて冬芝の種まきを行いました。自分たちが普段遊ぶ園庭を自分たちで手入れすることにより、園児たちは命の不思議や面白さも学んでいます。この園庭の芝生化は稲の幼稚園以外にも天神川、桜台、雪陽、池尻幼稚園の5つの伊丹市立幼稚園で実施されています。まずは稲の幼稚園の園庭の芝生化の取り組みについてご覧いただきました。ではここからは園庭の芝生化以外、現在新しく取り組んでいる伊丹市の教育施策についてお話を伺いします。教育企画課の矢田さんです。よろしくお願いいたします。世の中がどんどん多様化し、人々の暮らしや生活環境もどんどん変化していっています。これからの未来を見据え、子どもたちが今必要な教育とはどういったものだとお考えですか？これからの時代を生きていく子どもたちは、自分から進んで自分の可能性を発揮し、より良い社会と幸せな人生を作り出していくことが大切です。そのためには何を知っているのか、何ができるのか、知っていること、できることをどう使うか、どのように社会や世界と関わりより良い人生を送るかといった資質や能力、そういった力を教室の中や外のさまざまな教育活動を通じて身につけさせる必要があると考えています。取り組みはいくつかあるんですが、順に追っていきましょう。まずはこちらの映像をご覧ください。
こちらは花里小学校の図書館の様子なんですが、今学校司書による本の読み聞かせが行われています。伊丹市は言葉文化都市として子どもたちに言葉や本に親しんでもらう機会を作ろうと、平成18年度から小中学校全校に学校司書を配置し、図書館教育の充実を進めています。小学校では図書の時間を中心に本の貸し出し、読書を行っており、学校司書による読み聞かせやブックトークなども行われています。授業でも図書館を活用し、調べ学習やレポート、新聞作り等の課題解決学習などに取り組んでいます。本に親しみ、本を読む子どもは学力が高いという調査結果もあるんですよ。学校司書の配置前、配置した後では子どもたちの様子や学校の雰囲気は変わりましたか？花里小学校の校長先生にお話を伺っています。いろいろな仕掛けを学校司書の先生がしてくれているもんですから、子どもたちは本当に、毎週図書の時間を楽しみにしています。そしてその都度本を選ぶにしても整然と整えられてますので、本当に自分の本をすぐ見つけることができるようです。で、授業の初めには読み聞かせがありまして、その読み聞かせを本当に分かりやすくしてくれるので、毎週毎週楽しみにし、そしてその後好きな本を自由に選んで持って帰って、毎週楽しみに読んでおるようです。子どもたちもいろんな本に出会って読書の楽しみを知ることができそうですね。その他にはどんな取り組みがあるんですか？続いては ICT の活用です。伊丹市では大型ディスプレイや電子黒板で画像、映像、音声などを使い、授業を分かりやすく子どもたちの理解度を深める取り組みを行っています。今年度大型ディスプレイは小中高校全普通教室へ導入。またすでに電子黒板は小中高校1学年に1台以上を導入しています。これからは日常的に授業で ICT を活用し、主体的対話的で深い学びの充実を図っていこうとしています。続いては放課後学習です。これは授業の内容をより詳しく教えてもらいたい、自宅より学校で学習したいという生徒に向けての取り組みです。映像は笹原中学校の放課後学習の様子です。各教室では子どもたちの疑問に答えるため、学校の教員や OB 教員など教員免許を持っている人が指導し、授業で学習している進度に合わせたプリント学習などを行っています。ここで勉強が分かりだした生徒たちはいろんなことに自信ややる気が出てきます。伊丹市ではこのような放課後学習を平成27年度から全小中学校で行っているんですよ。では最後にもう一つ、伊丹市ならではの取り組みをリポートしてきましたのでご覧ください。最後にやってきたのは東中学校の体育館です。こちらではなぎなたの授業が行われています。現在全国の中学校で取り入れられている武道の授業、全国的には柔道や剣道などが多い中、伊丹市では伊丹の町に縁の深いなぎなたが採用されています。その縁とは伊丹市にある道場修武館です。修武館は1786年に開設された歴史ある道場で、日本三大私設道場の一つとして知られています。特になぎなたに関しては全国なぎなた連盟の本部が置かれるなど、日本におけるなぎなたの中心地にもなっています。私もなぎなたに少しチャレンジしてみたいと思います。まずはどうしたらいいんですか？まず左足を一歩前に出してもらいながら、左手で持って前にこう、はい、この時に右手は
ちょうど肘ぐらいので、前の手はだいたい腰幅ぐらいで収めて、で肩の力を抜いてもらって、はいはい、で足運びですけども、はい、前に行くときは前の足から左の足から進んだら、その分後ろも進めてもらって、うん、右足を一歩前に出しながら後ろに振り上げて、まっすぐ後ろに、はい、そうですね、はい、そのまま左足を前に出しながら面こう、はい、もう少し体を背筋を、はい、どうしても前にかかっちゃうので、はいはい、背筋をしっかり伸ばしてもらって、体幹しっかり持ってもらって、まっすぐ相手の面に振り下ろす、うん、はい、もう体全体を使うんですね、はい、もう自然と姿勢も正しくなりますし、はい、もうまっすぐした心っていうのも養えそうですよね、はい、そうなればいいなと思ってます。さて、これで5つの取り組みをご紹介していただきましたが、どの取り組みも子どもたちの生き生きとした表情が見られました。伊丹市が教育分野で目指すのはどんな形なんでしょうか。伊丹市ではこれまでもずっと知と具体のバランスの取れた次世代の人材育成を目指しています。子どもたち自身が問題を発見し解決していく学習に取り組ませたり、リーダーシップやチームワーク、忍耐力や豊かな感性、思いやりなどを育てていくことが大切だと思います。学校と家庭、地域が連携して生き生きとした教育環境を作っていきたいと考えています。矢田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、びっくりしましたね。あの幼稚園の芝生の園庭ですとか、あと小中学校の学校司書、それから ICT の活用など設備、人材ともに教育環境の整備っていうのが本当に充実してるんですね。で、生き生きとした子どもたちの表情も本当に印象的でした。そうですね。今回ご紹介した以外にも、伊丹市の教育現場では様々な新しい取り組みや試みが行われています。小学校全校にネイティブと同様に英語を話せる外国語活動指導員が配置されていたり、課題解決力やコミュニケーション能力を育む冒険教育施設が設置されるなど、独自の取り組みで子どもたちの学びをサポートしています。伊丹市で学ぶ子どもたちの将来が期待できそうですね。市政情報は藤井さんでした。ありがとうございました。